見ていただきありがとうございます。今日も、皆さんから届いたメッセージを紹介していきましょう。ちょっとねこれね、辰巳さんたち皆さんともお話伺っていきたいんですけど、まずね、鈴鹿スパパ、イーデンマスク隊長、おはやまん、おはやまん、今日も似てますでしょうか、イーロンマスク、隊長、灰について教えてください。キャンプの時の焚き火や薪ストーブ、バーベキューの時に出た灰はどうしていますでしょうか。灰は肥料になるので、私は家でバーベキューをした時に出た灰は炭などを取り除いて庭の土に混ぜています。取り除いた炭は次回の着火剤として利用しています。またキャンプ場には火消し壺を持って行ってますので持って帰りますが、キャンプ場の土に灰を混ぜてはいけないのでしょうか、よろしくお願いします。これ、まあ、難しい問題ですね。これは灰は栄養になるからキャンプ場の土に混ぜていいのかって言われると、キャンプ場の持ち主からしてみると勝手に混ぜてくれるなって思うかもしれないですよね、うん、そう思う。そうですよね。だってあの、もし誰かが鈴鹿スパパの家のね、家でキャンプして灰勝手に混ぜてった時にありがとうって思えるかどうかっていうところですよね、うん、勝手に何してくれてんだっていうか、ま、キャンプ場には灰とか炭を捨てる場所があるので、そこに入れるっていうのがセオリーだと思いますけど、うん、まあ良かれと思ってやったことがありがた迷惑になってしまうこともありますからね。一応あの、ここに捨ててくださいっていうことで言われている時はそこに捨てるようにしましょうね。はい、まあ確かに栄養になるんだけど、 100% 栄養になったりするのかちょっと僕にはあの判断つかないので、混ぜてはいけないのでしょうか。いや、混ぜてもいいんだろうけど、別に喜ばれもしないと思いますね、うん、ということで勝手にバーってやって帰るのはやめましょう。あとはね、その次の人が来た時もなんか灰がこう、なんか灰混ざってるよここみたいな感じ分かったらね、ちょっとあんま素敵な気分にはならないですからね。なので美しいまま灰は指定の場所に捨てるようにしましょう。続いてラジオネームサトシ、最近甲羅煮が熱いですがっていうメッセージなんですね。井出隊長おはようございます。最近武田バーベキューさんのアウトドアレシピ、甲羅煮が熱いザバーン界隈ですが、一回盛り上がりましたね、甲羅煮やった時ね。甲羅を飲んでいて思いついたのは、甲羅なんだからスイーツに合うのではないか。でもそんな料理に凝らない僕は、ホットケーキミックスに卵とコーラを適当に混ぜて炊飯器に入れたと。結果普通にうまい、いや思ったよりうまい、うん、今回は炊飯器でのズボラ調理ですが、これをちゃんとしたアウトドアでスキレットで焼いたらなかなかなんじゃないかと思いますが、女子受けはそんなにしないかもね、っていうサトシさん、写真があって、この写真すごい綺麗に焼けてるんですよ。どう思います、ホットケーキミックスに卵とコーラ。ホットケーキミックスって卵と牛乳入れるでしょ、そこにコーラが入る、まあ、甘いのが入るし、ちょっとそのレモン風味もコーラ入ってるし、あとそのね、なんだか秘密のスパイス類の味も入ってくるから、うまいかもしんないけど、でもどう、やりたいかやりたくないかって言われたら別に全然やりたくないですね全然やりたくないですね。でもこう黙って出されて食べて、あ美味しいって言うかもしれないですけどね。甲羅煮ガーツイザバン界隈、ホットケーキミックス、甲羅焼き、何が美味しいですかね。甲羅、あと甲羅をアレンジするとしたら何がいいですかね。肉にコーラが合うっていうことは、まあ、最近言われてますけどね。コーラ、なんかどうしてもね、そのこの常識
外のことを考えられない頭になってますよ。コーラを凍らしたら美味しいよね。子供の時よくやってました。アイスキャンディーにするとかやってましたけど、何にも思いつかない。コーラのアレンジ方法が全く思いつかないですよ。なんか思いつきます？コーラでご飯炊いたら美味しいと思います？美味しくなさそうですよね。でもまあケーキ作りに行ってみると、ケーキだからこのホットケーキ、うん、ケーキ炭酸のせいでふわっと焼けたりするんでしょうか。コーラで黒豆とかを煮たら美味しいかもしれませんね。これありかもしれませんね。甘く煮る、釘と一緒に煮るとか、コーラシロップで煮るものだったらコーラもいけると思うので、コーラ、まあ、角煮とかも美味しいでしょうねきっとね。まあ、コーラに、まあ、豚肉のコーラにそういうことですよね。何にもアイデア出てきません我々。ということでこれ今度辰巳さんがチャレンジしてくれると思います。そうビデオカマゲンでした。スイーツは